ロシアを思う。室生犀星。私はよくロシアのことを考えた。この頃のように憂鬱な冬から春になった頃の死人の家に現れたシベリアの野のことなど、いつもよく考え出した。極彩を取り囲む堀の中の緑になってゆく草の上をだんだん濃くなり、細やかな塔面の青みをしゅうねく開くことを知らず見つめながら、杭に頭をぴったりくっつけて、私は長く長く立っているのであった。私の苦悶、私の憂鬱はだんだん重苦しくなってきた。一日経てば経つにつれて、牢獄は愛おしくなった。とドストエフスキーは書いている。私はいつもこれを読むと、声に曇りを帯びることを感じた。あの荒涼なシベリアの、しかも囚人としてのつらい生活。いかに死人の家の作者にとって長い苦悶だったろう。しかも彼は手記の中でこう言っている。私が監獄にいたことは苦しかったが、あそこは実に私の魂を教えた学校であった。と、またこう言っている。私はそこで憂鬱な人間の多くを見た。彼らは語らず黙っていた。彼らは何かしら考え込んでばかりいた。長い冬に閉じ込められて、やっと目覚ました緑の目指しを私は考えた。またはあの美しい首都モスクワ、やや明るい自然、トルストイやドストエフスキーの物語に現れてくる美しい女性、可憐なナターシャや善良なソーニャ、ああいう美しい人々らはどうしているだろうと考え空想した。絶えず革命と混沌との巷に、私はいつも思いを巡らした。